よし。攻略会議を始めましょう。頑張りましょう。ありがとう、キリト君。信じ、それではボスの攻略に向かいましょう。パパ、ママ、ユイちゃん、なんでこんなところに。パパ、ママ、私も連れて行ってください。でもおそらく最後の戦いが終わればパパやママたちは現実の世界に戻ると思います。だから最後はパパやママと一緒にいたいんです。それに見ておきたいんです、パパやママたちがこの世界を解放する瞬間を。お願いですパパ。はい、ありがとうですパパ。おい、あそこ。あれは一度倒してますし、大丈夫ですよね。でもなんかすごい威圧感よ。前の時とは明らかに違う。そんな、やっぱ甘い考えだったみたいね。それでも勝つよ、絶対に。そうね、どんな相手だとしても必ず乗り越えてみせるわ。ああ、パパ、ママ、必ず勝つって信じています。ありがとう、ユイちゃんがそう思ってくれているなら私たちは必ず勝てるよ。はい、ストレアさんを助けてこのゲームをハッピーエンドで終わらせましょう。頼んだ。
食らえ。
い。分かった。
もうダメだ。ヘトヘトで立っているのもやっとだぜ。今第一走の雑魚イノシシにだって勝てる気がしねえ。情けないわね。ここまで来たんだから最後までシャキッとしなさい。なんてね。私も実のところもうぐったりよ。みんなお疲れ様。今は私がピナの肩に乗って休みたいかも。さすがに疲れたわね。本当だよ。剣道の試合よりも全然きつい。やだ、崩れ始めてるみたい。どこかに避難しないと危険ね。キリト君、あそこで何か光ってる。あの光の中誰かいるように見えませんか。しないで、キリト。それでも、あなたは私を助けてくれた。違うよ、キリト。ちゃんと助けられているよ。私、このゲームをクリアされて、マインクラッドと一緒に消えちゃうことが、すごく怖かった。でも、キリトたちといると、すごく楽しくて。私が消えないためにキリトたちを阻止しないといけないのに、キリトたちを傷つけたくもない。どうしたらいいかわからなくて。だけど私は自分が消えるよりもキリトが消えちゃう方が嫌だったみたい。結局最後はキリトを助けちゃったもんね。ううん、後悔はしてないよ。キリトが生きててくれて私はすごく嬉しい。胸の奥がね、とても温かいの。プログラムとしては失敗作だけどね。消去中にカーディナルシステムがストレアさんの存在を発見認識し、異物として削除しようとしているんだと思います。キリト、そんな顔しないで。私
キリトにそんな顔させちゃったらカウンセリング失敗になっちゃうよ。おめでとう。実に見事な勝利だったね。そんなラストバトル見させてもらったよ。身構えないでくれたまえ、君たちにお詫びをしに来たんだ。ここまで何の説明もしないでいたこと、本当に申し訳なく思っている。なぜそんなことになったのか、そしてなぜ私が生きているのかを君たちには説明しなければならないだろう。75層でキリト君と戦っていた時に発生したシステム障害が事の発端だ。あの時この世界を制御しているカーディナルシステムに予想外の負荷がかかってしまった。負荷の要因の一つはプレイヤーの負の感情によって引き起こされたエラーの蓄積。君たちがよく知っているであろうメンタルヘルスカウンセリングプログラム、 MHCP 試作2号、コードネームストレア。彼女はこの世界のプレイヤーたちが抱える負の感情に対処できず、次々とエラーを蓄積していき、やがて抑えきれなくなった膨大な量のエラーがカーディナルシステムのコアプログラムに流れ込んできてしまった。そして負荷の要因のもう一つが須郷君たちによる外部からの干渉だ。外部干渉という例外的状況の対応にカーディナルシステムの処理能力の多くを割かなくてはいけなくなった。この2つの出来事が想定外の負荷を引き起こし、カーディナルシステムの一部が暴走するという結果になってしまった。システムの暴走という非常事態により、私は自動的に管理者モードに移行。キリト君との戦いの最中にあの場から消える形となってしまったんだ。一刻も早くこのことを伝えたかったのだが、その後も不具合の対応に追われてしまってね。こうして君たちの前に出てくるのにかなりの時間を費やしてしまったというわけだ。そういうことになる。それにしても
君たちには本当に驚かされた。須郷君の予想外の動きに対しても君たちは見事に対応した。カウンセリングプログラムのユイとストレアに関してもだ。どちらもカーディナルシステムのセキュリティプログラムによって消去されるはずが、それを救ってみせた。やはりゲームの運営には想定外の事態がつきまとうものだな。それが面白いとも言えるのだが。もちろんその通りだ。しかし私の思い通りになることもある。例えばゲームクリアの可否。この後に及んでクリアさせないなんて言うつもりじゃ。それはない。これでもフェアプレーを心がけているつもりなんだがね。君たちは間違いなく百層のボスを倒した。本来の想定とは違うイレギュラーなボスではあったがね。もちろんイレギュラーだからといって君たちの勝利を取り消そうなんていうつもりは全くない。そもそも最後のボス戦に遅れたのは私の方なのだから、改めて賞賛を贈ろう。クリアおめでとう、勇敢なる者たちよ。数々の非礼は詫びよう。約束をたがえたのはこちらの責任だ。百層のボスは私が受け持とうとしていたからな。つまり君は無謀にもこう言おうというのか。本来のボスと決着をつけさせろと。ちょっとお兄ちゃん、何言ってるの。クリアできたんだから一緒に現実世界に帰ろうよ。また離れ離れになるなんて絶対に嫌。お兄ちゃんが残って戦うなら私だってそうする。俺も乗るぜキリコ。本当のラスボス倒してアインクラッドに蹴りつけようや。私も乗るわ。この決着、蹴りをつけなきゃならないのは私も同じなの。私だってこのゲームにはあんたと同じだけのプレイ時間を費やしてきているんだからね。ここでしっかり終わらせないと費やした時間が無駄になる気がする。一緒に蹴りつけようよ。私も残ります。キリトさんを残して自分だけ帰るなんてできませんから。キリトさんと一緒に現実に帰るんです。大丈夫だよ。キリト君だって負けるつもりないんでしょ。みんなで心を一つにしたら絶対負けない。私たちって最高のパーティーメンバーだって、そう思わない？やれやれ、保護者として俺も付き合う必要がありそうだな。うん、決意は固まってる。キリト君についていくよ。人の意志というものは本当に面白い。私はこの光景が見たくて SAO を作り上げたのかもしれないな。よろしい、ではかかってきたまえ。正真正銘のラストバトルを始めよう。
キリト君やみんなと必ず元の世界に戻る。だから絶対に負けない。ヒースクリフ、お前に勝って今度こそこの世界を終わらせる。力はその程度か。
か。これでどう？君はよくやったよ。無駄だ。
ヤはしないぞ。サンキュー。くらえ、スキルチャンスだ。これはどうかな。ナイス。これはどうかな。頼んだ。了解。これでどう？させない。やっ。手加減はしないぞ。頼んだ。頼んだ。これはどうかな。よし。了解。行くぞ。これでどう？手加減はしないぞ。無駄だ。よし。これはどうかな。回復するんだ。了解。はっ。行くぞ。手加減はしないぞ。無駄だ。よし。やっ。頼んだ。ふっ。これはどうかな。無駄だ。手加減はしないぞ。これはどうかな。行くぞ。やっ。スキルチャンスだ。頼んだ。ふっ。手加減はしないぞ。ふっ。はっ。これはどうかな。やっ。よし。行くぞ。無駄だ。手加減はしないぞ。これはどうかな。見事だ、キリト君。ヒースクリフ、これほどまでに鮮やかに勝利を収めるとは私の想定以上だ。さあ、アインクラッドの最後のボスは倒された。君たちが勝利者だ。これから順に君たち全員が元の世界に戻っていく。ヒースクリフ、あんたは。私は戦いに敗れたのだよ。今は創造者の権限でこうして君たちと話をしているが、ここで SAO のルールを自ら破っては、私にとって唯一の現実であるこの世界を否定することになってしまう。ここでお別れだ。君たちがこの世界に来てくれて本当に良かったと思っているよ。私の無双の中で君たちは真剣に生きてくれた。確かにここはゲームの中の世界だ。
それでも俺はここも一つの現実だったと思っている。そう思ってくれるのか。ありがとう、キリト君。ただいまよりプレイヤーの皆様に緊急のお知らせを行います。現在ゲームは強制管理モードで稼働しております。すべてのモンスターおよびアイテムスパンは停止します。ゲームはクリアされました。ゲームクリア、これで本当に私たち、これって浮遊城全体が壊れ始めてるんじゃ。シリカちゃん光ってる光ってる光ってるって、なんか景色がぼんやりしてきました。大丈夫なのかよ、おい。おそらく現実世界の転送が始まってるんだ。でも本当にこれでクリアなのかしら。いまいち実感が湧かないっていうか。ボスには手こずらされたが、それでも幕切れとしてはあっけないもんだったね。そうね、この世界がなくなっちゃうなんて、やっぱりなんだか寂しいわね。うん、自分でも気づかないうちにアインクラッドでの日々を楽しんでたんだなって思う。ああ、俺も同じ気持ちだ。こうして生き残ったおよそ6000人の SAO のプレイヤーたちは現実の世界へと帰ってくることができた。現実に戻ってからまず俺たちを待っていたのはリハビリの日々だった。低下してしまった筋力を元の生活ができるまで戻すのはかなりの苦労があった。それでも直接会いに行きたい仲間たちのことを思うと、リハビリを頑張り続けることができた。退院して久しぶりに帰ってきた我が家は、俺が現実に帰ってきたことを強く思わせるものだった。やっと帰ってきたと思う安堵感と、もう向こうの世界には行けないという虚無感が複雑に絡み合う。ソードアートオンライン、このゲームで死んだプレイヤーは現実でも命を落とすデスゲーム。このゲームを作った茅場明彦は凶悪な犯罪者として世の中の人たちの記憶に残るだろう。事件解決後に俺を訪ねてきた対策チームの人間から聞いた話では、茅場明彦は長野県の山荘で見つかったらしい。しかし見つかった時にはすでに死んでいた。ナーブギアに残されたログから自ら大脳に超高出力スキャニングを行い、脳を焼き切って死んだとのことだ。しかし不思議なのは、茅場明彦が死んだとされる日にち、死亡推定時刻とゲームクリアをした日から逆算すると100層での戦いよりももっと前、75層で俺と戦った前後に茅場は死んだことになる。そうすると100層で戦ったあいつは本当に茅場本人だったのだろうか。茅場は別れ際に SAO の世界を自身の唯一の現実であると言っていた。もしかすると茅場は
ネットワーク上に自分自身を残す方法をすでに持っていて、不要になった肉体を捨てたのではないか。あの SAO を作った茅場ならそれくらいのことはやってしまいそうな、そんな気がした。アルベリヒ菅生信行は現在警察で取り調べを受けている。俺やアスナの証言と菅生や他国の人間とが接触した記録、これらの証拠から VRMMO 内での出来事としては異例の本格的な捜査が始まった。もちろん菅生はレクト社から席を外すこととなり、アスナとの結婚などという話もなくなった。しかし茅場が作ったこのゲームは本当にただのデスゲームだったのだろうか。茅場はコンピューターの中に、現実とは違うもう一つの現実を作りたかったのではないだろうか。そうするとこのゲームの本当の遊び方はクリアすることではなかったのかもしれないと考えさせられてしまう。茅場のやったことは到底許されることではない。それでも茅場の作った世界での出会いや別れ、仲間と共に過ごしたかけがえのない日々は本当に大切な思い出だ。その大切な思い出の続きをこの現実でも作り続けていこう。さようなら。ソードアートオンライン。